トリップドットコムで予約した中国新鮮の民泊が自分史上最低最悪にヤバかった。まずはトリップドットコムで掲載されていた写真を見てみよう。見たところ問題ない。そりゃそうだ。自分はこの写真を見て4泊もの予約を入れてた。要は写真と現実が違っていた。世間一般にはそれは距離表示とか詐欺とかいう類いのものではないかと問題提起したいわけだ。それでは通常のルームツアーの手法も交えて、いかに最低最悪にヤバいかご覧いただきたい。予約サイトの道案内の通り、 D の出口からで宿のあるマンションには1階に五軽連というコンビニがあるよしで、それを探し歩く。ビンゴ、意外に簡単と喜んでる場合じゃない。これから次第に地獄に近づいていく。それで出入り口はどこだ。とりあえずこの広大な敷地を時計回りに回ってみよう。ちょうど四角形の反対側に門があり、脇に警備室がある。民泊なのに部屋番号の記載がない。これでは部屋を探しようがない。重大なコンプラ違反ではないのか。これだとに多様な部屋を複数所有の場合、適宜部屋あるいは客を回すことができる。ここの警備員に電話してもらわないと自分では何もできない。予約確認証を渡してテレフォンテレフォンと何十回も連呼。ヘラヘラ笑って相手にしてくれないが、簡単に引き下がれないので30分ぐらいに押し問答でやっと電話してくれた。しばらくは何の動きもなくひたすら待ち続ける。そうこうするうちにどこからともなく小娘が出てきて、東方のスーツケースをひったくるようにして歩き出すのでついていく。このガラスの自動ドアは顔認証かカードをかざす形式でオープンできるようだが、自分は両方使えないので入館の都度警備員にお願いして開錠してもらった。勤務時間が何時までかわからないので夜は遅くならないように気をつかう。余談だがソロクラブは断念。エレベーターで上がって部屋は502号室。ここは自分が予約した本来の部屋かな。サイトの写真では床に綺麗な模様あったが、ここは何もないぞ。なんだこの部屋は。新鮮は日本以上に暑いぞ。エアコンなくて扇風機。中国人には熱中症とか関係なしか。先ほどからこの娘はスマホをいじって親とでも連絡取ってるのか。それでしまいには東方のスマホに WeChat の友達登録までしてメッセージを送ってきた。中国人だけのこんなところよりホテルに行ったらどうかだって。それで払い済みの宿泊料とか何の保証もなければ出るわけないだろうが、ホテルのあてもないし、寝室のベッドにスーツケースを置いて出かけることにした。とりあえず行く先は世界最大と言われる電脳街で、ここに行ったら静寂から解放されるかと考えが甘かった。この自動ドアは出るときも自動では開かない。部屋に戻って娘を呼んできた。壁についてる矢印のところに手をかざすらしい。なんで先に行ってくれないんだって思っても言葉が通じないのではないが、腹立つことばかりで昼食が未だだった。マンションの1階に蘭州牛肉ラーメン店があったので、ここで遅い昼食にする。16元の牛肉なんとか麺にした。安くてうまい。320円なので香港よりはだいぶ安い。滞在中の夕食は全部ここで取りたいと思い再訪するも完全に空振りだった。考えてもみてくれ、現地は今まさに中秋節、国慶節の真っ只中、盆と正月が一緒に来たような大型連休である。開店してたのが奇跡かも。で、今夜の夕食は同じ敷地の別の店にしたが、そこで自分史上最悪の悪夢の夕食となったが、それは民泊とは関係ないので別の機会としたい。食い物の話してる場合じゃないので悪夢のルームツアーを急ごう。この3号棟の住所表示と部屋番号がなければ宿泊者は訪ねてこれない。予約確認書にそれをあえて記載しないのは
何がしかの悪意を感じる。入館には顔認証か ID カードが必要だが、宿泊者にはどうしろということだったのか。ベランダには無数のスニーカーが放置で、今思えばここは出稼ぎ労働者が長期滞在するタコ部屋であろうか。このキッチンはゴキブリでも出てきそうで近づきたくない。予約サイトの写真と同じキッチンだろうか。これは説明するまでもないだろう。自分は膝が悪いのでこれは絶対に。サイトの写真との違いは一目瞭然。地獄に仏とはこのことだろうか。いや別に民泊ではないが、このトイレに救われたわけ。液体殺害にあり朝昼晩いつでも拝借した。ただいつでも掃除のおばちゃんが立っているせいか、使用中のことはなく自分はトレッキングポールをついて堂々と入っていった。エアコン管理ほのかにいい香りもする。手拭きのペーパーもついている。できることなら宿泊料払ってでもここに寝泊まりしたいぐらいだ。実は今般の民泊での本当の地獄はこの寝室である。撮影はチェックアウト直前早朝でスーツケースもまとめた後である。都合よくタコ部屋先住民は出かけたようでいないので撮影できる。ご覧のようにベッドの天井とベッドの外に扇風機が完備。先住民は上半身裸に短パン姿で寝てるので、自分も真似たが風を全身に当てることだけはしなかった。ここは正真正銘文字通りの熱帯夜であり、寝苦しいなんてもんじゃなかった。ここの先住民は中国人特有の割れ感せず貫いており、誰かの話し声を聞いたことがない。万一熱中症で倒れたら救急搬送とかだろうかと考えると恐ろしい。なんでまた民泊なんかにしたのかって。それは5年前の広州東での民泊経験が最高だったからで、その幻想を引きずったまま来てしまった。まさにビギナーズラックだった。それにしてもこの過酷な環境から生還した自分を褒めてあげたい。そしてこれから物価は高いが文明社会の香港に戻れることが何より嬉しい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもお願いしますね。励みになります。